2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。それと、最後まで視聴してくれよな。私たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国、竹島特土独土に、津波注意報。日本に、韓国が厳重抗議岩島市で、24人死亡。石川県内の、死者は少なくとも55人に。では、ツッコミを読むわよ。韓国、2024年、元日。石川県を中心に起きた能登半島地震。こちらも京都に住んでいて、お正月気分に浸りながら記事を書いていた時に起きた突然の地震だった。幸い、こちらは被害はなかったのだが、速報での能登半島で震度6、震度7とかとんでもないニュース情報が流れて、日本中が大騒ぎとなった。そして、昨日の朝に思ったより被害は少ないと、感想を述べたわけだが、残念ながらそうではなかった。単に地震が起きてからの状況把握が難しかっただけだった。昨日の朝の時点で5人だった犠牲者は、今朝のニュース確認したら、55人に増えていた。被害が大きい輪島市だと、24人死亡である。犠牲者に心からご冥福を、お祈り申し上げる。あと、皆さんも知っていると思うが、1月2日、JAL と海保の飛行機同士が、衝突するという、能登半島地震がなければ、トップニュースで扱われていた事故が、起きた。これも気になったので続報を、注意していたのだが、JAL の飛行機に乗っていた乗客300人以上は全員脱出して、犠牲者はいなかった。こちらはこれで一安心していた。ところがだ、海保の飛行機に乗っていた6名の、うち、5名が亡くなったという知らせが、後から飛び込んできた。本当、悲しい。亡くなられた海上自衛隊の、隊員5名に、心からご冥福を祈り申し上げる。お正月早々から、不幸な事故が日本列島に、続いていて2024年はどうなってしまうのか。不安な気持ちに苛まれそうであるが、このサイトはそういう時だからこそ、平常運転でやってほしいという声がある。そして、こういう時でさえ、韓国人は鬱陶しいのだ。例えば、竹島、特土独土に津波注意報を出した気象庁に対して、韓国が厳重抗議したとか。何度も述べているが、竹島は日本の固有の領土であり、韓国に不法占拠されている状態だ。だから、日本の領土の情報を、気象庁が出すのは当たり前だ。竹島に大きな津波が来たらどうするんだよ。では、記事を見ていこうか。ソウル連合ニュース、日本の、気象庁が1日、自国の領土であるかのように、特土独土に津波注意報を、出したことについて、韓国外交部の即位務、スソク報道官は2日の、定例会議で、外交ルートを通じて日本側に、厳重に抗議し、是正措置を求めたと明らかにした。また、特土独土は歴史的、地理的、国際法的に、明白な我が固有の領土であり、特土独土に対する領有権紛争は存在しないと、強調。特土独土に対する日本のいかなる不当な主張に、対しても断固として、厳重に対応していくと、述べた。日本の気象庁は1日、石川県能登半島で最大震度7の地震が発生したことを受け、津波警報、注意報を発令したが、特土独土も津波注意報の地域に含めた。こんなクズの連中と日韓友好とか、ノベルメガネ総理、アホじゃないのか。領土取られて日韓友好とか言っている時点で、お花畑としか言いようがない。さっさと竹島と対馬の仏像を返せという。では、ネットの意見を見ていこうか。1、だからホワイト国に戻すなって言ったんだよボケ騎士だ。2、ユン政権は親日じゃないと
はっきりわかっただろ、バカさよくよ。3、連合国との条約で、合法的に認められた日本領土なんだから対象になるに決まってんだろ。韓国は領有権ないのに、何言ってんだ？ 4、YouTube で韓国メディアのコメント欄を見てみろ。マジであいつら丸々しかねえよ。5、韓国は反日洗脳教育受けてた50代40代が、第一線から引退するまで、まともな交渉は無理だよ。この年代は高等教育受けてる人ほど、反日イコール正義っていう考えが、強い。日本の右翼だろうと日本の、左翼だろうと無関係に嫌ってる。下手にすり寄ると利用するだけして嘲笑われる。以前の民主党政権下の、日本のように。以上の5つだ。5の指摘が正しい。結局、教育で植え付けられた反日というものを、彼らは制御できない。こんな民族と付き合うだけ無駄。さっさと日韓断交するべきである。それで最後は能登半島地震の、情報だ。マリサ、あとはお願い。おう、どんどん読むぜ。輪島市によると、2日午後9時半時点で市内では24人の死亡が確認された。能登町では午後8時半までに、男子中学生1人と、80代女性の、2人の死亡が確認され、県内の死者は少なくとも、55人となった。県によると、この他死亡したのは珠洲市で、20人。七尾市で50代男女、20代女性ら5人、穴水町で2人。羽咋市の70代男性、滋賀町の90代男性、住宅の下敷きなどが、理由とみられる。珠洲市によると、津波で行方不明になった人がいるとの、情報もある。ネットで津波が来ていてすぐ逃げてくださいという何度も、キャスターが述べていたようだが、それでも犠牲者が出ているのか、悲しいな。実際、高齢者は避難が難しいよな。お正月という家族や親戚が集まる時にこのような大地震が起きた。コロナ禍も終わり、里帰りしている人も多かっただろう。これを良い方向に考えれば、一時的に帰ってきた息子や娘が、両親を助けることができた。でも、悪い方向に考えれば、里帰りして巻き込まれて、亡くなった人もいるってことだ。あとは衝突事故についてだ。ただ、これは原因がわかってないんだよな。慣性のせいなのか、海保側の問題なのか。岸田文雄首相は2日、羽田空港の滑走路上で、日本航空機と海上保安庁機が、衝突、炎上した事故をめぐり、能登半島地震に対応すべく、海保機に搭乗していた海保職員5人が、死亡したとの報告を受けたと。明らかにした。その上で、被災地、被災者のために、高い使命感、責任感を持って職に当たっていた。大変、残念なことであり、使命感に敬意と感謝を、表しながら、哀悼の誠を、捧げると述べた。官邸で記者団に答えた。本当、お正月早々、日本列島が悲しい事件に、巻き込まれている。ニュースは以上だ。霊夢、他の国はどうなんだ？そうね。アメリカのバイデン大統領は必要な支援を提供する用意があると述べたわ。台湾の蔡英文総統も SNS に日本語で現地の皆様がご無事であること、そして一日も早く日常生活を取り戻せるようお祈り申し上げます。とお見舞いメッセージを述べているわ。イギリスのスナク首相もこの度の甚大な被害をもたらした地震によって、被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げますとする声明を出したわ。カナダのトルドー首相も、自身の SNS で、壊滅的な地震に見舞われた日本の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。つまり、韓国以外は普通に日本の地震に対して、世界の国々はお見舞いメッセージを、くれたのだけど、韓国だけが抗議していると、本当、うざいな。ええ、本当それ。では、今回はこれで。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。
チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。